はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。極光回収企画パート6かな、やっていきたいと思います。まだタイトル名をね、曖昧な感じはありますけども、頑張ってやっていきたいと思います。でね、今回から交流戦になっております。でね、今回はね、いつもとは違ってピンチチャンス操作ではなく、ランナーが出たらプレイという形でやっていけたらなと思います。まあ1試合丸々取ってもいいんですけどね、若干長すぎるところがあるんですよ。40何分で編集もめんどくさいですし、見てる皆さんもだるいでしょうから、編集がめんどくさいってわけじゃないですけど、待ち時間が長いんだよね。エンコードしてると45分ぐらいだと2時間ぐらい待たないといけないから、まあ、それだとちょっと大変だなということで、まあ、まあ皆さん見る時間も長すぎるのはどうなのかなって形なので、まあ、若干いつもより長めですけども、楽しくやっていけたらなと思います。それで頑張ってやってみましょう。今回のピッチャーね、桜井くんでやっていきたいと思います。まあ大体ほとんど、みんなピッチャー見せれたんじゃないかな。うん、田畑投手も岡田投手も見せれましたし、そうだね、本当に全員分ぐらい見せれたんじゃないかなと思います。ということで今日は桜井くんです。投手は OK、 野手今日はね、杉浦君の右ピッチャーなので、そうだね、東出選手行こうか。で、高橋選手が、吉野部選手が若干怪我してたので、一旦2軍に落としております。まっすぐ復活しそうですけどね。そうだね、雄一選手だ、そっか、ファーストで、まあこの辺こういう感じで出していこうかな。まあいい感じでパシッとハマったんじゃないかな。よし、今日も頑張っていきましょう。チームプレイ、さあ、まあ、前回はね、サヨナラ勝ちという形でいい感じで動画を締めくくらせてもらいました。で、今チーム順位が多分2か3位ぐらい、まあ、1に 1.5 ゲーム差という形ですね。てか4位まで全く差がないんだよね。なんか怖い半分、楽しい半分という形ですね。なんか終わってしまえばクライマックスシーズンダメでしたとかなられるのが一番嫌なんですけども、そこはなんとかね、耐えていただけたらなと思います。さあ頑張っていきましょう。お、初回からいいね。まあランナー出たという形なので、こういう形で、どんどん、このコーチなんちゃら鬱陶しいね。コーチ助言、ユーザー設定で消しておこっか。詳細作戦かな。これだね、これなしにしとこう。いちいち鬱陶しいもんね。まあ、クイックは速いピッチャーですから、ランナーは走りにくいと思いますね。クイック速いんか、じゃあランナー走りにくいね。バント警戒してるか。いやでもそれでもバントだよね。おっと、もしかしたら、もしかするかもしれないね。送ります。打ち上げてしまいました。面白いよこれ。あれ確実にゲッツーシフトとかやったらセーフだったね。わらちゃん、それにしても打率が悪いね。まあ楽しんでいこうぜ。OK、抜けませんか。山田君守備能力上がってるからね。結構日本シリーズでも守備うまかったなってイメージはありましたね。確かに。さあいい感じだ、吉田選手はね。OK、さあ気合入れていくよ。いや、ナイスボールだね。最高。どうだろう、ストレート、スライダー、ストレート、スライダー、ストレートかな。それと狙っていく。縦スライダーもわからん。来た球だ。勝負してこなかったか。さあ次は平沢くんだよ。平沢くん、お、打率もホームランもしっかり打てるね。いいよ。 OK、 これ先制点取れたら大きいよね。なんか荒れてるね。タイピンチ、タイランナーも丸なんだね。あー伸びすぎた、やらかした。もったいない、強振しとけばよかったな。うわ、桜井君いいね。お、めっちゃヒット出るじゃんこっち。あ、一応ないで見ておきましょうか。いつもね、大体忘れるんだけど見ておきましょう。81-69、あまり変わってないね。ここに収まりそうな気がして怖いんですけどね。いや、もっと上げていきたいところですけど。初球ボール、さあ打ちたいね。なるほど。さあそういった打ち選手ね、本当に頑張ってきた選手なんでね。打ちました。いや、ブラジルとのハーフ、ハーフブラジル人なんか本当に僕全然知らなくて、プロスピやってて、この結城選手がなんか
外人と喋るときは片言で外人さん喋ってくるじゃないですか。それ雄一さんも、同じように喋ってて、えってなって、えそうなんだと思って、で調べてみたら、あのブラジルの人だったみたいでね。うわ畑やってくれるね。まさか畑がそんなプレーするとは。うわ本当に桜井くんいいピッチングしてるね。うん、バッターは7番に入っている川端、7番に送ってどういう打順の組み合わせ。取れない、くそー。これで5試合連続安打。次は雄平か。本当にあれでしたよね、あの中村雄平 のキャッチャー能力っていうのすごいですよね。ワンバウンドめちゃくちゃ止めてたもんね、本当に。いやかっこいいなと思って見てみました。よし、変化球最高だね、絶好調だったら。ヒット打たないかな、さすがに。おセカンドエラーってことは山田くんがエラーしたってことが、ラッキーラッキー。どうだ、3番和田ちゃんか。ここはヒット打ちたいところですけどね。ここはバントでいいと思いますね。盗塁ダメだ、中村さんがめちゃくちゃ硬いんだよね。初球は打ち、ちょっと浮きましたね。これ低め中心でゴロを狙いたいですね。あ、やっちゃった。一番バントしやすいボールだったのに。くそ、ちょっとボールが良すぎて緊張したってやつですね。お、いいねいいね、ボール球多いね。うん、さあ仕留められるか。オッケーなバッチ。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。セーフじゃない。よし、どっちもセーフ。いや、いいランナー。たまにはね、いいランナー操作できますね。本当にたまにだけどね。さあ、こう打って。最悪。待ちきれなかったな。いや、今のボール危なかったですよ。いや、そうですね。お、落ちるね。落ちるね、これ。よし、当たり返ろう。2人は帰れなかったか。あー、どうもどうも。あれランナー操作若干オートになってる。ユーザー設定のなんか勝手に止まった気がしたんだよね。ランナー別にそういうわけではなさそうです。そうだね、自分の操作ですもんね。うん、そうですね。うん、なんかじゃあ押さなかっただけか。なるほど、まあいいや。よし、気を取り直して、このボールは見送りで1杯ストライクです。さあ行こうぜ。あーマジか。まあまあ最低限ですけども、投げたらねセカンド行ったろうと思いましたけど投げなかったね。まあ OKOK。 ご覧いただきましょう。ふう、さあさっきの鬱憤はね晴らしましょう。うん、ゲッツーとかでランナーがいなくなれば操作がなくなるのかな。ランナーがいる間はずっと操作するみたいですね。状況によって変わりますが、もともとは初球から積極的に行くタイプで、まあしょうがない。でももう3点取った。あ、2点か、2点取れたのが大きかったね。本当桜井くんはめちゃくちゃいいピッチングしてるよね。うん、お、いや桜井くん操作はどうなのかなって感じですけど。バッターは今日の先発ピッチャー。いやでも絶好調だしね、わかんないよ何が起こるか。高山くんに回せばわかんないしね。まあ杉浦君結構調子良さそうじゃないからフォアボールもありえそうだし。はい、すいません。ショート前に来る今波。一塁送球します。エラーもなかったね、さすがに。いやこの回だね、ヤクルト抑えれたら大きいですけど、ヒット打たれそうやっぱり。山田君は初回先頭出しで抑えれる気しなかったよね。バッターボックスには抑えよう。アウトじゃねこの。よし、はい、さすが盗塁を。嫌な気がしかしてへんな。バレンティンはなんかあれだったね、復活はしたけどなんかあんまりいい感じはなかったね。どうだ、さすが山田君早いね。まあまあ切り替えていこう。うん、畑さん不調だしね。まずはアウトコース。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど。オッケー、とりあえずオッケー。ワンアウトです。
雄平さんも絶好調だとすごいもんね。日本シリーズはちょっと残念でしたけどね、まあ、最後のバッターにもなっちゃってましたし、最後のバッターではなかったか、あのあれでしたしね、あのサバテとの対決も楽しかったですけど、なんかこういけてなかったね。よいしょ、ラッキー。またすごい打順の巡り合わせでね、7番川端は何なんだって言ってましたけど、やっぱり嫌だね普通に嫌だわ。危ない。ツーアウトランナー一塁です。よし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 、切れていきます。ファウル。さあチェンジアップでしまいや、打ちました。取った。まーい、よいしょ。これぞプロというようなプレー。いやいいプレーだったね。抜けるかなと思ったけど、なんか淡々とこなしてましたね。お、いや、やたらエラーが多いねヤクルトね今回。さあ和田ちゃん行こうぜ。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれません、ね、超えるか超えないか。弾き返した打球はセンターへ。ここはいや間に合わない、ね、スタートを切る。ツーアウトランナー一塁とか。いやこれはあれでしょう、吉田君でホームランでしょう、うん、先ほどの。それが流れを一番持ってくれるやり方だよ。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはスワローズが杉浦、そしてファイターズが桜井、この2人の投げ合いになっています。うーんって感じですね。よし、ちょっと見切り早いかな。もう少ししっかりボールを見よう。打ちました。宇宙間へ打球伸びる。この打球はフライになっています。いやあとパワーが3ぐらいあったらね超えてたかもねお、いいね。おっと、ここで抑えてもまた1番山田君だからまた打たれそうだしな。嫌だな、打順って嫌だね。そして一塁ランナーは、もいいバッターだもんね。彼がランナーなんで、ここは走っても面白いんじゃないですかね。盗塁あるか。どう動いてくるでしょうか。セーフ。チェンジアップ。うわ。引っ張った。さあどうだ。ヒットになった。ファーストランナー、セカンド。まあツーアウトで山田君を迎えれたっていうのを、ここヒット打たれないっていう前提なら一番いいですけどね。バッターボックスの。山田、今シーズン前言撤回だね。打たれる気しかしねえ。ナイスボー。クリーンアップを任されるにしては厳しい数字ですね。でもあれだった ね、得点圏打率1割8分8厘だったね。うん、そうですか。で打たれる気しかしないよね。強い当たり。ラッキー。ショートが抑えた。一塁へ。よいしょ。スリーアウト。いいね、いい感じですね。お、やっぱりあれだね、立ち上がったね、今ね。花火が綺麗だね、ってことにしておきましょう。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。いい大事でしょ、ハイライターもなるんだね。うーん、お、よしよしよし、いい感じいい感じ。お、桜井くんヒット打ったよ。へえ、すごいね本当に桜井くん様々って感じ。オンちゃん出てきてるよ。 ROB か、負けてるのに厄介だね。2球目は何で来るか。よしよしよし、何狙うっていいかよくわからへん。さあ、そういった配球ですね。そういう甘い球を見逃さないってことが大事かな。受けるんじゃない。お、ラッキー、めちゃくちゃラッキー。走れ走れ、とりあえず走れ。よいしょ、これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁。さっきは東出選手が結構いい感じでね、1、2塁間を抜けてたんですよね。1、2塁間だ、2塁の頭を抜けるから、うん、いやどうしようかな。変化球打った、サードが抑えた。1塁送球、1塁アウト。まあまあまあ、送った形となればいい感じでしょう。さあ和田ちゃん、ここで1点取れればな。お、落ちるんじゃない、落ちないか、落ちるか。いやー伸びすぎたね。さあどういう形でいく。お、すごいね、よく抑えてるよね本当に。ショートエラー、平沢くんか。まあしょうがないね、いいだからね。お、青木さん出てきたね。よーし、やっていきましょう。さあ、マウンドを任されたのは青木。今シーズン10試合の登板です。青木さん本当にまだまだ引退しなくていいと思うんですけどね。ダメなんだろうね。うわ、よかった、アウトで。ラッキーラッキー。打て、打て。うん。流れ悪いね。お。うわーお。
いや、スリーベースはないね。バレンティンが入っています。いい場面でインバッターが続きますね。さあ同点のチャンスです。まあスライダー回せない場面でしょうね。なるほど。うわ、まあいける、まあラッキー。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。オッケーオッケー、そうですね。これでシュート効くんじゃない。よし、いいコースに投げ込んでいます。ワンボール、よし、完璧だ。配球的には完璧でしたね。次が畑ですね。でも左ミート低いからね。でもチャンスに強いんだよね、さすが打点王。でも次雄平だからね。あー、よく見ましたね。からカウント整えるのは大変だな。変化球打った、破っていくセンター前、バチューン。やられたか。もう打ち取りたかったな。これ雄平打ち取れたらなんか嫌な気しますね。これヒット打たれたらまあ納得いくけど、打たれたくはないけどね。あ、外野は下がってますね。よし、ラッキーラッキー。バッターをかなり警戒していますね。いや、こんな簡単に打ち取れるのかよ。打ってくれ。うん、おかえホームラン。はいはい。流れ悪いね、流れすごく悪いよ。打席には1番バッター、中村。いや、逆転サヨナラは嫌だね。ワンボールのランナーが出ています。粘っていこう、まあ、ここまで来たらね。向こうは併殺を狙ってると思いますが、よし、ナイスボール。素晴らしいボールだね。気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。オッケーオッケー。チェンジアップでしまいや。よし、いや、いい落ち方するね、そのチェンジアップ。代打は石川。代打でバントさせるのか。最高の場面になりましたね。もう集中するしかないですよ。そうですね。この気温に応えたい。バントランナーを川端か。バントしました。ラッキー。あーっと上げてしまった。もう最悪だね。もう代打で出てきてバント失敗するっていうね、一番の最悪な流れでしたけど。バッター上田。もう先ほどの打席はサードゴロに倒れます。よし。いや、いい感じで来てるんじゃない。送りバント失敗で進めることができませんでした。振ってくれたら最高だったけどね。素晴らしい選球が。外の球打った。いや、それ取れないのかよ。ライト前ヒット。山田君の前にランナーをためたくないですね。バッターのできればここで切りたい。得点圏での打率は1割。でこれで切りたいというか、これ綺麗なヒット打ったら、まあ、あれだからね、サヨナラだからね。しても、ちょっと寂しい数字ですね。ナイスボール。あまり気負わず平常心でいってほしいですね。はい、期待しましょう。怖いけど高め。うちのボール打った。いやー、なんて動画的に美味しい場面なんだ。ここはうまく打ち返して出塁していく。どうだー、ピッチャー誰かいるかな。原君今先発してるしね。まあ、ここは鍋さんに期待しましょうか。スライダー、ナイスボー。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。進化。これが2球目。ちょっと甘かったけどラッキー。低め、振れ。外の低め。よし、これチェンジアップが効くはず。レフトに持っていった。あー、やられた。勝ったとはいえ綺麗にやられた。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃん。いや、なんかめちゃくちゃ悔しい。いや、ここまでないぐらい悔しいね。やられた。あ、強かったね。さすがヤクルト打線といったところでしたね。いや、強かったね。でもこのランナー出たら操作っていうのは楽しかったね。なかなか僕は好きでした。いやー、サヨナラ負けの後はサヨナラ、サヨナラ勝ちの後はサヨナラ負けか。動画的には美味しいけどね。まだチーム G が 2.5 ゲーム差で4位ってことになっております。まあまあ、いいところにつけてるんじゃないかな。まあそうだね、僕的には1位はないかなと思ってたので、まあ2、3位あたりに入れたら嬉しいなとは今のところ思っております。まあ、今後もね、頑張ってやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした。さよなら。